どうも、失恋牛丼です。今日はデロンギディナミカの各ミルクメニューを実際に入れてみて、各メニューの特徴だったり、コーヒーとミルクの抽出量やおすすめのフロス調整、実際に飲んでみての感想などをレビューしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。